皆さんこんにちは。サフランにとうとうお花が咲きました。この赤いめしべですね、これを取ることでパエリアの香辛料として使うことができます。今日は早速そのめしべの取り方について紹介をしていきたいと思います。